はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の高次方程式丸5をお送りします。で、これでやっとね、高次方程式最後だし、あとこの章も最後になります。次回からはね、図形と方程式が新しい章で始まる予定なので、まあ最後になると。で、最後を締めくくってくれるのがこの問題です。で、まあ大きな問題が1個あって、小問が3つありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、実は今回ね、まあ、公式なんです。もう先に行ってしまうと。だから、ポイントにしてもよかったんだけど、まあ、問題を解きながらね、覚えていってください。で、ぜひですね、結構前になるんだけど、解と係数の関係ってタイトルだったかな？そう。それの丸1の動画の時。そこでね、二次方程式の解をアルファベータとした時に、アルファ足すベータがマイナス a 分の b とか、アルファベータが a 分の c みたいな、そういうのをやったんだよね。それをいっぱい使って問題も解いてきたでしょ。で、それのちょっと応用バージョンなんです、今度。二次方程式じゃなくて三次方程式。だから解が3つある。アルファ、ベータ、ガンマってね、3つあると。で、それを使ってやっていくの。で、まず、こうやってますね、補算次方程式もこうやって式が書いてあるでしょ。で、1番が、そのアルファ足すベータ足すガンマ、つまり全部の答えを足すんだよね。で、これが公式。覚えちゃいましょう。3次方程式3つの答えを足すと、そのまあ、マイナス a 分の b とかあったでしょ。で、あれと全く同じです。足したものは、マイナス a 分の b なんです。アルファ足すベータ足すガンマはマイナス a 分の b で、 ab がどこかっていうと abcd です。今回 d まであるからね。だから代入すれば1と2だからマイナス1分の2、つまりマイナス2になります。いいかな。まずこれが公式1個目です。で、そのアルファとベータの時っていうのは足したものとかけたものがあったでしょ。で、これかけたものはもちろんあります。アルファ、ベータ、ガンマって。けれどその前に1個あって、2つセット、アルファとベータかけて足す、ベータ、ガンマ足す、ガンマ、アルファと、まあ、1個ずつ、あとごめんね、2つペアにしてかける、この時の公式もあるんです。で、これが a 分の c になります。a 分の c。だから1分の4。つまりこれ4です。これ1番関係ないんだけど、後で使うので一応書かせてください、先にね。で、最後にかけたもの。アルファ、ベータ、ガンマです。で、これがマイナス a 分の d になります。順番としてはマイナスプラスマイナスとなると。まあ、下は A で全部共通なんで BCD が載ってる感じだね。で、 A と D が1と3、つまりマイナス3になります。これが公式、今回覚えてほしいやつね。で、それを使って2番全部2乗になってると。アルファ2乗プラスベータ2乗プラスガンマ2乗ですね。で、今度は、まあ、これをね、公式を知ってるかってとこにもなるんですが、これをね、うまく使わなきゃいけないので、アルファ足すベータ足すガンマの2乗をします。まずガンマの2乗ね。で、そっからマイナス2セットでかけたもの、アルファベータ足すベータガンマ足すガンマアルファと、これが成り立つんです。これって、これも覚えちゃうと楽っすね。確かめてもいいんです。ちょっと今回ね、省略しちゃうんですが、これが成り立つと。だから、あとは、アルファ足すベータ足すガンマ。これね、ここマイナス2やし、アルファベータプラスベータガンマ足すガンマアルファは4って分かってるから、あとは代入っていう。それで終了になります。だから、マイナス2の2乗なんで、4。ここ、4が入るから、マイナス 2×4 で、マイナス8。つまり、マイナス4になります。ごめんね、ここ3乗って書いてたね、俺ね、失礼しました。2乗だね。
で、最後3乗ですね。また幅が余るけど、まあ、いっか。3乗。アルファ3乗足す、ベータ3乗足す、ガンマ3乗です。で、これもね、公式を覚えちゃうと楽です。これを使うからね。まず最初の括弧。アルファ足す、ベータ足す、ガンマを入れてください。そして、後ろにね、これも長いんだけど、アルファ2乗プラスベータ2乗プラスガンマの2乗、まず2乗がきます。で、そっからマイナス、全部マイナスね、アルファベータ引いてベータガンマ引いてガンマアルファも引くんです。いい、こうやってつながる。ちょっと右下がりでごめんね。で、まだ終わんないんだ。この最後にプラス3アルファベータガンマがきます。これ公式なんです、これ。で、これを知っておくと、ここ使えるでしょ、もろにこれね、同じ。で、2乗のこのセットも今上で出したから使えるんだよね。で、ここはですね、色変えなくていいか。この部分はこう考えるといい。ちょっとマイナスをくくってしまえばこうなるでしょ。マイナス配っただけだからね。つまりこれも使えると。で、最後アルファベータガンマももろに使えると。全部使えるんだよね。だからあと代入していきます。で、まずこれマイナス2かける後ろ括弧しようか。ここの2乗コンビがマイナス4なんでマイナス4で、ここ、これ4だよね。で、ここが4だからマイナス4って考えるといいよね。マイナス4で、後ろプラス3かけるこれなんでマイナス9になると。で、ここがマイナス8、括弧の方が先だからね。マイナス8で掛け算して16。16-9。なので、答えは7と。いいかな？こういった感じになります。もう公式祭りやんって言われたらそれまでなんですけど、逆に言えば公式さえ知っておけば解けるというタイプの問題になりますので、ぜひね、まずこっちを覚えてください。このね、解が3つ、アルファ、ベータ、ガンマの時にこれが成り立つと。で、それを使ってこう解いていく。で、他のパターンもあるんだけど、まあ、基本的にこれを覚えておくと結構使えます。よく出てくるから、この2つはね。で、ここがなかったら、いきなりこっち来たらね、来たらこれ使わなきゃいけないんで、自分でこっちを出してやる感じでやってください。では、今回は高校数学数2の公式方程式丸5をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、最初にも言いましたが、公式方程式。そしてこの章ね、これで最後になります。まあ、後で追加されなければだけど。で、次回からが図形と方程式ってことでね、また全然違う図形の内容が始まりますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。